それでは西京優真選手のインタビューを始めます。まずは試合の感想をお願いします。そうですね、まあしっかりダウン取られて負けたなっていう感じです。ありがとうございます。対戦相手の戦ってみての印象はいかがでしたか。まあ、左のパンチだけ気をつけてたんですけど、タイミングよく打ってきたんでもらっちゃいましたね。はい、ありがとうございます。ではプレスの方から何か質問はございますでしょうか。そのダウンのダメージってどんな感じでした。正直ダメージはないですけど、バランス崩したかっていう感じですね。その後になんかその焦りとかそういった部分での影響っていうのは。そうですね、やっぱ3ラウンドしかないんで、2、3もう取らないと、まあ、勝ちは確実にないんで、そうですね、まあ狙いすぎたっていうのもあるし、焦りもあったし、思った以上にちょっと出てきてくれなかったんで、どういこうかなっていう迷ってましたね。その中であのローとカーフは効かせたと思うんですけど、はい、そこは作戦通り。そうですね、まあ、日頃から前足は効かすっていう、でそこからどうつなげるかっていう練習してたんですけど、出せなかったですね。またちょっと出直しという感じになりましたけど。そうですね、まあちょっとまた頑張ろうかなって思ってます。はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。最後にファンの皆さんに向けてメッセージをお願いします。応援してくれた皆さん、すいませんでした。じゃ次は勝ったところを見せられるように、また前向きに頑張っていこうと思います。これからも応援よろしくお願いします。以上でインタビューを終了いたします。ありがとうございます。